はい、どうも、鳥さんです。本日はですね、お堅く実験検証していきたいと思います。はい、ということで本日はこちらですね、レモン堂さんの内割りレモンということでね、まあおうちの実がね多分増えたからってのもあるのかもしれないですけど、まあ缶で出てるシリーズね、私もいただいたりしてますけども、これではね初めてなんですよ、これで内割りで。さらになんかね、いろいろな飲み方を推奨してくださっているので、ちょっとそれをねその通りにやってみようとします。これ初めて飲むんで、ノーマルというか普通にいただきたいと思いますね。今ねこういうのいろんな、前も動画でもやりましたけども、いろんなねところのやつが出てますけども、よくできてますよね。やっぱ美味しいですよね。あれ以降ね、私ね家でもね買うようになっちゃいましたね。いろんなパティーンがあるので、ちょっと少なめでやってみますか。前回で100入れたんでした。100入れると大変なことになりそうなんで、50にしときますね。杯数をね、杯を交わさない、重ねないといけないんで。はい、こちらを50。で、水晶、美味しい作り方が、氷山盛りグラスに内割りレモン1、炭酸水3ってなってるんで、まあ、前回の実験の結果、1対 1.5 だったと思うんでね。おお、1対 1.5 だね。まあ、推奨はされてますけどもね。1.5 っていくつ ?50?60?75 ってどこ？ここの辺？この辺？このぐらい？ね、まあ、公式には1対3なんですけど、鳥さんの公式は1対 1.5 なんでね、これはだから別にこの通りやってます。鳥さんの体内に入った時にこれのバランスになればいいわけですから。ってことはやっぱりね、そういうことですよ。じゃあまずは、これは一番ノーマルのレモン堂さんのやつって考えていいのかな、多分ね。5% かなんかのやつ、3%、5% かなんかのやつですね。じゃあいただきたいと思います。ちょっと久しぶりですね、レモン堂さんね。うまい。すきっぱらに効きますね。そうなんですよ、鳥さんね、すきっぱらなんですよ。美味しいですね、すきっぱらのお酒は美味しいですね。あ、そっか、そっか、鳥さん割合だから。あ、ちょっと普通の、あれ、いつものレモン堂さんよりもなんか酸味が強いなみたいな、味濃いなみたいな思ったんですけど、そういうことだね。ただ非常に美味しいです。ああ、これもいいな。そう、あくまでもおすすめの美味しい作り方は1対3、推奨はしてますけど、まあお好みでそれぞれね、体に害のない範疇でやっていただければ、あと周りに迷惑をかけない範疇での割合にしていただければ、もっと薄くしてもいいわけですから。ね。なるほど。でもこれはすごくやっぱがっつりレモンを感じられて、美味しいですね。じゃあこれにだ、その1、ステップ1ですね。なんか英語みてえな、ステップ1、全然発音できないから。追いレモンです。追いレモンをいたしたいと思います。こんなに入れんの。いきますよ、贅沢に果汁を。すっごいレモンの香りがきましたね。ほら、ね、色が、ね、レモン果汁が入ったことによって、ある種贅沢ですよね、これ。だってね、レモンサワーでもともとレモン入ってるのに、追いレモンとして本物のレモンを入れるっていうね、これは逆に家飲みならではって感じですかね。じゃあ
色もね濃くなったんで、なんか多分パワーアップしたはずですから、オイレモン行ってみたいと思います。うまい。あ、でもねさっぱりしますね。だから割とレモン堂さんはちょっと甘みも強かったりするんですけど、これを入れることに、レモンをね絞ることによって、あのちょっと分量的に酸っぱくなるかなって、もうちょい酸っぱくなるかなと思ったんですけど、ちょうどいいです。あの甘みがスンと抜けて爽やかさが前面にきましたね。あの決して酸っぱいわけじゃなくて、すごくいい爽やかなレモンサワーに変わりましたよ。これいいっすね。美味しいな。あ、すごいレモンがすごいたくさん感じられて、レモンいいっすね。さらにまだあります、進化ね。これなんかのねポケットとかに入りそうなモンスターみたいな感じで進化するんですね。3段階ぐらいあれも進化しますよね。だから最初がん中で、いやあ中で、これでい中になるってことですよね多分。まあでもパラパラっとやればいいので、あでもちょっと待って、氷もうちょい入れるね。ちょっと遠い、レモンサワーが遠い。おおすごい、元に戻った。錬金術みたいですよね。なんかなくならない。ここにお塩をパラ、多分2つまみぐらいですかね、パラ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 ぐらい感覚で、これドサッと入らないよう、こんな感じかな。ある程度塩はやっぱり感じられた方が美味しいと思うんで、オイレモンプラス塩ってことですね。いやでもね、オイレモンが想像以上に美味しかったんですよ。これ期待ですね。お塩ってのはね、あの甘みとかそういったものを引き立たせるじゃないですか。スイカに塩みたいなね、トマトに塩みたいな、レモンに塩みたいなね。いやだから夏とかに飲むのにちょうどスポーツドリンクみたいなことですから、塩って塩分が出てっちゃうから汗で、やっぱりその塩分を取らないと、補充しないといけないんでね。だからこれはもう鳥さん的にはもうスポーツドリンクが出来上がったわけですよ。要は体の中の水分と同じ、液体がここに出来上がった。あれ同じ成分のものを入れるってことですからね。多分これそうなんですよ。多分鳥さん液なんですよ、これがね。いただきますね。酔っ払ってるわけじゃないですからね。適当に間をつないで喋ってるだけですからね。何も考えないで。いただきます。うん、うん、うん。もうちょいか。塩を感じない。あんまり入れたくないな。台無しにしたくないよ。こんなもんでしょ。すっきりすんのか？どうなんだ？塩が足んないのかな？塩の後味でキリッと美味しいらしいんですけど、なんでしょうね、あのオイレモンをした時からキリッと美味しいんですよ。まあなんでよりそれがね立ってきたというか、ソリッドな感じにねなってるんじゃないですかね。美味しいです。でもすごく、うん、うん、うまい。口の中にその糖分みたいなものがあまり残らないんですよ。だからすごいすっきりした、あの非常にあの美味しい、飲みやすい、その後に喉が渇かない、非常にいいスポーツドリンクが誕生してしまったんじゃないかなと思いますね。はい、これはうまいよ。オイレモンいいね。
追いレモンと塩ね、これいいと思います。やっぱりね、アルコールはね、水分ではないので、一般的にはね、なのでね、こうやって塩分とかもちょっと入れすぎはダメですけどね。何言ってるのか分かんなくなってきましたね。適当なことをずっと言い続けるとよく分かんなくなるんですね。ただ美味しいです、間違いないです。で、もう一個あるんですよ、もう一個あるんですよ。どうしようかな、こいつに入れちゃダメなんだよね、多分ね。原液に戻さなきゃいけないってことだね。じゃあこれを一回いただきますね。鼻についた。しまった。つけっぱなしにしとけば可愛かったんだ。つけっぱなしにしとけば可愛かったんだ。しまった。最後ですね、これが変化の。でまた50入れてみます。で、なんともう一つ推奨されているのがこちらです。デレン、コーラ。これを、だから炭酸と同じ分量ってことですよね。それを推奨されていると。いや、ウイスキーでコーラはね、いわゆるコークハイっていうのがありますけども、レモンサワーにコーラ、どうなんですかね、想像つかないですよ。甘いものに甘いものなんで、基本的にはちょっと興味がありますので、これはどうしましょうね。やっぱりこれは鳥さん基準のやつでいいんですか、それともこれは本当に私も全く想像がつかないんで、ちゃんと推奨に従った方がいいのか。違うな、鳥さんのやつだな。まあでも普通に考えればですよ、美味しいたす美味しいは美味しいなんですよ。もしくは美味しいたす美味しいはすごく美味しいなんですよ。さてね、あ、でも色がちょっとウーロン茶みたいになりますね。ああ、コーラ。まあでも、コーラとレモンは合いますから、ちょっとおしゃれなとこ行くとね、コーラにレモン添えてあったりしますからね。多分そんな感じだと思うんですけどね。いただきます。うん。なるほど。コーラに関しては多分3対1だな、多分。正解はコーラが生きてる、コーラを生かしつつのコーラベースのレモンを生かす感じだったと思うんですよ。今ね、すっごいなんつうんですか、もうね、お互い達人同士がこういう感じで動けなくなってるんですよ。ワンサウザンドオーズみたいになってるんですよ。お互い一歩も引かない感じ。ね、先に動いた方が負けるみたいな感じになってるんですよ。うまいんですけど、アルコールダイレクトな感じしますね。どうしたらいいんでしょうか、私は。正しい形にした方がいいんでしょうか。あと半分ぐらい入れればいいんですかね。一応やっときますか。これちょっとね、特殊なやつなんで。あと、現状そうなんですよ。なんかね、なんつうんですか、その、例えば柔道で、まあ、相撲でもいいですけど、横綱同士が、あの土俵の中央でがっぷり四つに組んだ状態みたいな感じなんですよ、ガッツって。なんでちょっと今現場に介入させます。ちょっとこれは物語が動かなくなってしまったんで、ちょっとね、劇役をジョーカーをちょっと投入して物語を書き回したいと思います。さあ、そうですね、さっき
ウーロン茶みたいな色だったじゃないですか。だいぶね、コーラになりましたね。これが正しい割合です。さあ皆さん、いただきますよ。うまい。3対1だな。美味しいコーラのお酒になりました。そう、レモンサワーっていうか、コーラのに要はレモン効かせた、でもアルコールみたいな。でもコークハイとかやっぱベースが違うんで、焼酎とウイスキーで違うんで、やっぱね、そういうのとは違うんですけど、新しいコーラのお酒みたいな感じかな。一番ニュアンスとして言いたいのはそれなんですよ。新しいコーラのお酒がこれです。なので、そう、だからといって甘ったるくはやっぱないので。ああ、皆さん、これね、今までノーマル、オイレモン、塩とやってきたこの三段活用は、基本的には鳥さん的には1対 1.5、 これね、黄金比率ね、鳥さんのね、で良かったです。でこれは1個の完成品です。でそこに、新たな黒船として、来ました。で彼は推奨通り1対3です。これで物語が完結します。なんでね、ちょっとね、思いのほかこんなに長い動画になると思わなかったんですけど、まあちょっとこれはね、ドキュメントというか、壮大なね、大河ドラマみたいなね、感じになったんで、思いのほかね、ちょっとドラマチックな展開になって、鳥さんもびっくりしたんですけども、いや、これはぜひ皆さん、こちら、内割レモン、レモン堂さんですね、こちらでですね、ぜひ、試していただきたいと思います。非常に美味しいです。なので皆さん、家飲みのお供にこちらどうですかっていうところで、またお会いしたいと思います。バイバーイ。